ちは柔らかいのに足跡の縁は鋭い。残されたばかりだな。血痕の感覚が徐々に狭まってる。毒矢が効いたか。もう限界のはずだ。なんでこんな回りくどいやり方すんだよ。それじゃこの依頼の値段を決められない。200万モラだ。こいつを矢神のところに送れ。それじゃ高すぎる。金が多いのを指摘されるのは初めてだ。だが兄弟が何人も命を落としてる。その代償を払ってもらわねえと。ならちょっと安すぎるな。キイニチ、腕が立つんだろ。出なきゃこんなうまい話は回ってこねえ。どうするかよく考えるこった。ああ、ただしお前もな。俺は適切な値段でしか受けない。あの爬虫類、偉大なる聖竜グフルアンハンを崇めたいって言ってるぜ。要点を言え。あの連中、子供をさらいに来たんだってよ。誘拐犯の悪党らしいぜ。なるほど、竜を狙う常習犯だったか。毒は半日で消える。悪いな、200万じゃ足りないようだ。おう、竜狩りの小僧、もう終わったのか。いや、提示したモラでは足りないと伝えに来た。はあ、どういう意味だ。アハウ、こいつらは報酬としてお前にやる。ほう、大筑狩りの虫ども、偉大なる聖竜クフルアハウを前に恐れをのぬけ。これが適切な値段だ。